楽しいご飯の時間ですよ。ということで出来上がりました。いや作ってるのが撮ってないですけどね。さあ行きましょうか、こちらでございます。韓国です。韓国イカとニラチヂミ、ありがとうございます。韓国行ったことないですけど、韓国の食べ物詳しく知らないですけども、チヂミ好きです。キンパ好きです。こちらでございます。あです。でお久しぶりに、もうこれね、今日はね味噌汁飲んだら長くなるから、またこれで長くなったんだけど、いや汁やめようと、やめた方がいいよなと思ったんだけど、いやちょっとタレもありますから、タレもかけます。いややっぱちょっとなんて書いてるかさっぱりわかりません、さっぱりわかりません。やっぱな、でもやっぱり我慢できないわつって作りました。いやどうせ作るだろつって福岡空港で買ってきた南関揚げ、熊本南関揚げ、福岡で買ってきた熊本南関揚げでございます。あのガッパラでっかかったやつ、いただきます。でっかかったやつです。南関揚げ、ミスター南関揚げ木島でございます。南関揚げ好きなんだな、南関揚げが。味噌は福島田村の石塚味噌です。煮干しそのまんま、最高です。土の中の猫舌どうのこうのって話じゃないですよ。これは食堂です。やっぱトマト美味しい。これでかいの最高だな。あのトマトもうちょっと切ってもよかったかな、もうちょっと切ってもよかったかも。トマト、小さいのもう一個切ってもらった。わかめちゃん増える、わかめちゃん当たってましたっけ。僕のあたまに欲しい子供の頃の記憶では今は知りませんよ。日本のわかめの品質が非常に良くて高くて、そしてあの乾燥わかめ、増えるわかめちゃんとかの品質が非常に良くて高くて、フランスのね、僕の子供の時のテレビ見た時記憶ですよ。フランスのフランス料理のねシェフの方が新たな食材として、今知らないですよ、フランスとかあっちの方でヨーロッパの方でよ、海藻とかはほとんど使いません、食べませんと、使わないんです。ただ
その新たな食材として。非常に美味しいし、いいと、健康にもいいということで、日本のわかめを使ってますというので、そういう VTR で増えるわかめちゃん使ってるっていう。今でもありますか、増えるわかめちゃん。いい名前だね。そういう VTR を小学生の頃だったと思うな、多分ですよ、確かですよ、見たような気がします。あ、そっか、わかめすごいんだなと、日本の増えるわかめちゃんはすごいんだなと、そういったのを記憶してます。確か小学生の頃です。ラーメンも好きです。わかめラーメンも好きです。あれも美味しい。子供の頃、カップ麺、焼きそば UFO 出たばっかでした。じゃうじゃが、その話もしたね。お湯ソース捨てるの話もしたね。まあその話はいいや。そう、それとあとカップ麺って言えばそのわかめラーメン、あとはニュータッチ、ん、あのチャーシュー麺、ん、ニュータッチだっけ、あの独特の九州沖縄地方の食べ物か、あれは。なんてラーメンだっけ、もう豚の絵が、まあ、見ればすぐ分かるんですけどね、名前忘れちゃったわ。まずそのままです。うんうん、一回二ら、あ、一回いった。ああ、いいですよいいですよ、これがイカです。明るすぎだね、ごめんなさい。うん、非常に美味しい。うん、美味しいです。ごめんなさい、変な音になりました。名前なんだっけ、あのラーメンの。ちょっと待って、ニュータッチじゃない、三宝だ、三宝、三宝の焼き豚ラーメン、三宝だ。うん、九州カップラーメンでもうすぐ出てきた画像にし、ああ動画じゃない、動画じゃない、画像。うん、三宝だわ。うん、ガニエタンガニエタン、そう、カップ麺といえばこれでしたよ。これともうわかめラーメンと醤油のね、あれも美味しいんだな。何でも食べてないな、そういえば。今こうあったら選ぶのはやっぱこってりの方行っちゃうからね、こってりの方行っちゃうから、醤油のやつ、塩のやつあんま選ばないからな。ていうかカップ麺自体あんま食べないからな。懐かしいですね。
久しぶりに食べようかね。わかめラーメン、それ系の CM で言えばあれやん、ああ美味しいワンタン麺の香りに誘われてきたよ、なんか泳いでるようなイメージがあるな、ああ美味しいワンタン麺の香りに、なんて書いてるか分かんないタレです、お願いします。誘われてきたよ、懐かしい、心の記憶だね、これは。決して大人ではないな。まあもしかしたらこっちでもやってたかもしれないですよ。全国かも。かでもこれは全国だろうな、多分な。タレかけです。タレかけ。うん、うん、おいしい。おいしいわ。ワンタン麺の CM は全国なんですよ。うん、このタレ、うん、このタレで野菜美味しいな。いいですね。このタレで野菜はいいですね。今日は卵は割らずにいきます。お久しぶりにね、トリュフ塩やったわけ、まあ、見てもわからんな、トリュフ塩だからな、トリュフ塩だからそのままいっちゃいますね。ちょっとパラパラやりました。あ、いい香りだ、いい香り。あ、いいね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 、うん、あ、いいよ、おいしいよ。うん、素晴らしい。正解だったね、今日は。連続して飲むにはちょうどよくなったってことですよ。あの熱々のままで飲み始めるのが好きなの、好きなんです。もうこわ、はあ、はあ、買締まりよ、締まり。今とっても帰れるような状況じゃないけど、よくないね、ごめんなさい。お願いします。ありがとうございます。心も体も
求めてます。ふるさとありがとうございます。ありがとうございます。うるさかった。まあふるさとみたいなもんです。とてもしい。ありがとうございます。まあふるさとみたいなもんです。ここが前の先生が結局はそういうことです。うん、うん、おいしい。やっぱ合うな。やっぱ合いますね。明日は破るから予定通りに進まないんですよね。いろいろあって、まあ僕自身が原因なんでしょう。そういうのを呼び寄せるんでしょう。いいか。あ、いいか、いいな。やっぱいいか、いいな、香りも。いいかっていいな。あんまりでっかかったんだよ。ああ、いいか、いいな。うん、何個もいた、イカが。うん、ああ、おいしい。玉ねぎでっかかったんだよ。半分にしました。明日の夜も玉ねぎ食べようかなと思ってます。決定じゃないです。でもほぼ決定です。今年の梅雨は空梅雨ですか。空梅雨とまで言わん。それに場所によってだからね。でもなんか少ない気がするね。東京は
嬉しいような悲しいような、まあ、水不足だけね、心配です。あとは農家の方々ですか、ボケブラ天国、ボケブラ天国で雨降ってじじい固まるっていうのがありました。今でも覚えてます、雨降ってじじい固まる。あとヨードランサンダース、原田泰造さんのアキラです、よく覚えてます。中身的にはそんなもんかな、よく覚えてるのは。もちろんカイジャリさん、ブーマーさん、そこのエアラインさん、だからまあそういうことじゃなくて、そういうことじゃないね。内容的に言う、あとゆで卵、ゆで卵じゃなくてゆで卵、それも覚えてるな。またこうやって覚えてるっつうのは面白いとかっていうのとはまたちょっと違うんですよね。いや、ものが面白いんですけど、残るかどうか、また僕にてなのか ABC で誰になるかもでもまた変わってくるだろうし、生きるとか、作ってよかった、本当よかった。最後デザートです。いや、これ乗せたらできないわ。韓国イカとニラチヂミ、久しぶりの南関揚げ入りの具沢山味噌汁、今日もとっても、あ、久しぶりのトリュフ状の目玉焼きが美味しかったね。やっぱな、今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。ごめんちゃった。